マイクラ界隈を揺るがした最強の3人。一人目、ドリーム。もともと登録者が1000人程度しかいなかったドリームですが、マンハントというマイクラ版逃走中のような企画を上げたところ、見事急上昇。そもそも彼のスキルは1000人の頃から頭一つ抜けていました。今流れているこの映像は皆さんも見たことはあるのではないでしょうか。My dream! Wait, what?1秒ほどでボートを作り、それを使って着地するといった人間離れした技です。しかしこのドリームと肩を並べる化け物が他にもいるのです。2人目、オーソムドゥード。この方はあまり聞き馴染みがないと思いますが、あのドリームを10ヶ月幽閉させた大監獄パンドラズボールトを作り上げた人です。さらに恐ろしいのが、その大監獄をわずか1ヶ月ほどで作り上げたというもの。しかしその大監獄もたった1人のプレイヤーによって打ち破られます。ラインのブレード、テクノブレード。かつて大人気ミニゲーム、レッドウォーズにて1800連勝を成し遂げた化け物の一人。そして先ほども言いましたが、あの大監獄を一人で打ち破った凄腕。